柔らかい雰囲気を出しつつ大人っぽいっていうところで、眉の下の方に向かって目尻のところ、メイクアップアーティストの小川です。アジュバンコスメジャパンラフナのシリーズを使って、メイクをしていきます。で、今回使用するのはベースアップアイライナーブラック01、そして、グローアップマスカラのブラウンを使用してメイクをしていきます。はい、ではアイライナーから入れていきます。まずアイライナーの入れていく位置ですね、こちらの、まつげの生え際を狙いながら入れていくんですけども、ちょっとこう、まあ、柔らかさを残したいっていうのもあって、目頭から一気に目尻引くのではなくて、だいたい黒目の外側ぐらいから、はい、入れていただいて、入れていきまして、そのまま目尻をスーッとまっすぐ伸ばします。では反対側も入れていきます。で、同じく目尻から入れていきます。でですね、もしラインの角度をつけるのが難しいという方があれば、目を開けた状態で、まあ、正面を見て、でそのままの状態でここでピッピッと印をちょっと入れておきます。で閉じていただいて、で印が入れれたらそのまま、ちょっとだけこう伸ばすっていう感じで入れていただくと、はい、角度に困ることなくアイライナーを入れていただくことができます。でですね、アイライナーの特徴はまずブラシ、こう毛足がですねちょうどの長さになって、少しこう腰もあるので、この目尻のところもこうぶれることなく描きやすい、そしてまつげの間の部分っていうのも、埋めていきやすい、そういう、腰のあるブラシになっています。あとですね、フィルムコート処方ということで、ウォータープルーフタイプにもなっておりますので、非常ににじみにくいというのも、ポイントになっています。では次に、こちらのグローアップマスカラブラウン02番を使用していきます。マスカラは2色ですね、ブラックもあるんですけども、今回は、柔らかさを生かしたいというのもあってブラウンを使っていきます。で、閉じたままですね、はい、こちらですね、ブラシの形状にこだわりがありましてですね、まあ細い毛だったりとか、短い毛、すべての毛をキャッチしてつけていただくことができるので、どんな方でも目力アップしていただけるんじゃないかなと思います。こちらの製品はアイライナーと同様でフィルムコート処方で、作られておりますので、これも汗や皮脂に強い、タイプになっておりますので、ちょっとこう目の下ににじみやすいという方とかもおすすめの製品です。一番のポイントはですね、成分にこだわっていまして、まつげのケア成分というのはしっかりと入っておりますので、毛をいたわりながら、そして目元の環境というところを整えながら、つけていただけるというマスカラになっています。はい、ではこれで、アイメイクがですね仕上がりました。今回はアジュバンコスメジャパンラフナのシリーズを使って、アイメイクをしていきました。マスカラはグローアップマスカラのブラウン、そして、ベースアップアイライナーのブラック01番を使用しております。はい、ポイントはちょっとこうね、アイメイクを、で柔らかさを出しつつも、ちょっとオフィスで使える大人っぽいメイクというところで、メイクをさせていただいております。ぜひお試しください。